どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 GoTo トラベルキャンペーンの追加情報とですね、札幌夏割キャンペーンっていうのがねちょっと激アツすぎるのでね、こちらの解説ねやっていきたいと思います。 GoTo トラベルキャンペーンのですね Q&A がですね7月20日に更新されました。まずね、今まで発表されてた内容なんですけども、 GoTo トラベルキャンペーンは7月22日からね開始というキャンペーンになっておりまして、9月まではね料金の 35% 還元が受けることができるという感じですね。で、東京都民の方、東京を目的とする旅行、高齢者と若者の団体旅行は対象外っていう風になっておりまして、東京都民の方がですね、東京のホテルステイなどはね対象だったっていうね、まあ大まかな内容なんですけども、こちらはね、まあ今回の更新によって、まあ、一部ね変更という風になっておりまして、まずね高齢者と若者の団体旅行はね、まあ、対象外っていう風にね、まあ、なっていたわけなんですけども、こちらもね変更という風になっておりまして、一律ね対象外にするのではなくてですね、感染予防はね否定してない場合はね対象外にするっていうね、まあ、発表に変わったわけなんですよね。感染予防対策はね徹底されてないっていうのは、まあ一体どういう状況なんだっていうのはね、まあ、思うかと思うんですけども、ちょっとこちらに関してはですね、まあ、詳しい記載はねないんですよねっていう風になっております。またね、東京都民の方が東京都内のね、まあ、ホテルステイなどはまあ対象というね、まあ、報道がありましたので、まあ私もですね対象という風にね、まあ、解説動画で話させていただいたんですけども、こちらもね今回の更新でね対象外っていうのが発表されました。で、こちらね Q&A をね、まあ、詳しく見ていくとですね、今回のこの GoTo トラベルキャンペーンはですね、前倒しでね発表されて、その間に予約された方ということで、7月10日から16日までにね予約した方のキャンセルね保証を、まあ、していくっていう方針にね変更という風になりました。当初はですね保証していかないっていう話だったんですけども、保証していくっていうね、まあ、方針になったということで、まあ、こちら注意していただきたいのは、方針になったということでまだね確定はしてないんですよね。で、ここからねちょっとザザッと読んでいきますけども、旅行日程が7月22日以降の場合が対象、旅行代金、旅行代理店経由の予約は基本的に対象、代金をね割引する形のポイントやマイルの利用は対象、料金ね発生しないお子様でも1名のねカウントに入ったりとか、民泊も登録業者であれば今回のキャンペーンね対象っていう風になりました。ここからちょっと対象外なんですけども、宿泊プラン、レンタカーの場合は対象になるんですけども、単体のレンタカーの場合は対象外っていう風になりまして、高バスは対象外っていう風になりました。で、予約時に朝食などねプランが含まれているものであれば対象という風になるんですけども、現地でね追加で利用した場合はね対象外っていう風になりました。またね、ホテルプランなどで、クオカードとかね、まあそういう金券をね、含む旅行プランっていうのはね、まあホテル予約サイトにはあったりするんですけども、こちらはね、対象外っていう風になりました。まあかなりね、ちょっと項目を絞ってね、解説させていただきましたけども、というのもね、この Q&A ね、今回更新されてかなりね、たくさんありますので、もしね、詳しく見たいという方はですね、動画の概要欄にね、Q&A 載せておりますので、まあそちらね、見ていただけたらなというふうに思います。今回のこの注目してほしいポイントなんですけども、代金をですね、割引する形で、ポイントやマイルを使った場合でも、対象っていうのが、まあ、発表されました。ということなんで、楽天トラベルなどでの旅行会社でね、ポイントを利用した場合も対象という風になりますし、またね ANA マイルを利用した ANA トラベラーズなどでね利用するっていう場合でも対象という風に発表されましたので、こちらねかなりね重要なポイントかなという風に思います。こちら ANA のね公式サイトでも更新されて、この ANA トラベラーズのね予約サイトなどでも ANA マイルが貯まる使える GoTo トラベルキャンペーンみたいな感じでね更新されておりますんで、 ANA マイルをねある程度貯めている方はねぜひねこちら利用してもいいんじゃないのかなっていうふうに思います。またねセットプランなのでね、まあ、予約する場合であっても今後の状況っていうのはねまあわからないっていうふうになりますんで、キャンセル可能なねプランでね予約するようにしていただけたらなっていうふうに思います。次にですね、札幌
幌夏割キャンペーンっていうのはね、合わせて解説していきたいなと思うんですけども、北海道札幌のね、まあ、宿泊、まあ、観光業のね、まあ、激減に伴ってですね、行われているキャンペーンというふうになっておりまして、こちらはですね、北海道に住んでいる方でなくてもね、利用できるっていうキャンペーンになっておりまして、割引率がね、すごいんですよね。まずね、期間なんですけども、7月の23日から8月の31日までのね、キャンペーンになっておりまして、割引率がですね、1人1泊税込み6000円以上の宿泊で、5000円の割引がね、利用できるということで、こちらね、先着20万名っていうふうになっておりまして、またね、1人1泊3000円のね、クーポンがもらえるっていうね、キャンペーン、こちらね、先着40万名っていうふうに、なってるんですよね。こちらすごいですね。6000円以上で5000円の割引って1泊素泊まりだったらまあ1000円っていうことになりますよね。しかもこれが1人1泊でね、まあ、もらえるわけなんで、3人で宿泊した場合ですね、1万5000円の割引はね、まあ、受けられて、さらにね、9000円分のクーポンがもらえるっていう計算になりますんで、かなりね、すごいキャンペーンですよね。利用方法なんですけども、利用方法はですね、簡単なんですけども、ちょっと公式サイトを見るとですね、ちょっと分かりづらい部分もあるんですけども、とりあえず公式サイトはですね、こちら概要欄にね、載せておきますので、そちらね、見ていただけたらなというふうに思うんですけども、予約する方法としては、ホテルに直接予約する方法と、ヤフートラベルなどね、外部サイトを利用して予約する方法があります。まあ、ホテルにね、まあ、直接予約する場合はね、まあいいかなというふうに思うんですけども、外部サイトを利用する場合ですね、クーポンが用意されておりまして、まあ、割引はね、まあ、受けれるようになってるんですけども、こちらね、ちょっと画像を出しておきますけども、こういう感じでですね、フートラベルの方ではクーポンが用意されておりまして、4万8000円の利用で、4万円分のね、割引が使えるっていうクーポンだったりとか、3万6000円のね、3名で利用で、3万円のね、割引が、受けれるクーポンとかね、出てるわけなんですよね。かなりね、お得に利用できるかなというふうに思います。またね、こちら Yahoo トラベルの場合なんですけども、ちょっとね、クーポンの利用方法がちょっと分かりづらいので、まあ、こちらね、画像を出してね、ちょっと解説していきたいなと思うんですけども、クーポンのね、獲得画面はちょっとこちらの動画のね、概要欄に載せておきますので、そちらからね、見ていただけたらなというふうに思います。で、このクーポンなんですけども、ちょっとね、なくなったり復活したりをね、結構繰り返してますんで、見ていただいた時にもしなかったっていう時もですね、ちょっと時間が経ってからね、またね、見ていただけると復活してたりしますんで、そちらもね、覚えておいていただけたらなというふうに思います。で、こちらのクーポン画面の、下の方にですね、対象ホテルはこちらというね、アイコンが、ありますので、そちらクリックしていただくと、ホテルがね、一覧で、見ることができますんで、こちらで、ね、日程とプランをね、まあ、決めていただくんですけども、まあ、ここまではいいと思うんですよね。で、ここで予約確認画面までね、行かないと、このクーポンっていうのはね、まあ、利用できないようになってるんですよね。ですので、ここだけね、ちょっと分かりづらいんで、もしね、この Yahoo トラベルで、まあ、クーポン利用したいっていう方はですね、ぜひね、この予約確認画面でクーポンね、まあ、選択すると割引がね、まあ、受けれるっていう風になっておりますんで、まあ、この点はね、覚えておくようにしていただけたらなっていう風に思います。またね、この札幌夏割キャンペーンの方はですね、GoTo トラベルキャンペーンとの併用っていう意味ではですね、この Yahoo トラベルに関してはですね、もう公式サイトのトップ画面に、この併用付加っていうね、記載が、されておりますので、まあ、こちらはね、ちょっと利用できないかなっていうふうに思います。ですけども、キャンペーンの公式サイトはですね、当初ね、こちら利用できない予定だったと思うんですけども、ちょっと画像を出しておきますけども、今ね、公式サイト更新されておりまして、この併用できませんっていうところがですね、二重線で、まあ、消されているようになってるんですよね。まあ、これを見る限りですね、ホテルね、公式サイトがね、まあ、予約する分に関してはですね、この GoTo トラベルキャンペーンもね、まあ、併用できるのではないのかなっていうふうに思います。もしね、これ利用できなかったりするとちょっともったいない部分もありますので、もしね、利用される際はですね、ホテルの方に、確実にね、確認していただいて、利用できるかね、聞いてみてから予約するようにしてくださいね。
いかがだったでしょうか。今回はね、GoTo トラベルキャンペーンの追加情報と札幌夏割、キャンペーンね、紹介させていただきましたけども、GoTo トラベルキャンペーンに関してはですね、もう開始が、迫ってるわけなんですけども、詳細がね、まだ決まってない部分もあったりしてるので、今後ね、どうなるっていうのはちょっとわからないので、随時ね、公式サイトの方は、確認してからね、利用するようにしてくださいね。またね、札幌夏割キャンペーンはですね、かなりお得にね、利用することができますので、この機会にね、札幌の方にね、利用してみたいっていう方はね、積極的にね、狙ってみていただけたらなというふうに思います。ですけどもですね、新型コロナウイルスの、影響は、ありますので、感染対策はですね、できるだけしていただいて、利用してみていただけたらなというふうに思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボムホテルのことなんかね、発信しておりますので、チャンネル登録してない方はね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。